黒魔術軍は本格的な魔界への侵攻開始を宣言する。お市の方は魔界水軍と五芒星軍の同盟の証に夕顔を差し出した生命に対して怒りをあらわにする。そこに同盟に反対する越智康成と久喜義孝が現れ、前田慶次、末高房対久喜義孝、越智康成の戦いに発展する。結果的に互いの力を認め合った両軍はより強く手を組むこととなる。一方、鶴姫は滝夜叉の心根を知りたいと戦いに挑む。日野閻魔と一条星の前に現れる仮面の男、そこに馬頭が現れ、日野閻魔たちを守るため馬頭対仮面の男の戦いが始まる。しかし魔界衆の一人であったはずの一条星が突如馬頭を襲う。一条星は魔界衆に潜り込んでいた黒魔術軍のものであった。魔界水軍は黒魔術軍に降伏を宣言する。そして五芒星軍を皆殺しにするといい、五芒星軍を襲う。生命が殺されそうになった時、住友と東太は突如黒魔術軍を攻撃する。魔界水軍の降伏は黒魔術軍を欺くための策であった。五芒星軍、魔界水軍対黒魔術軍の戦いへと変わる。五芒星軍と魔界水軍の連合軍が黒魔術軍を倒した時、浅木冥界の使者ハーデスが現れ、五芒星軍と魔界水軍の連合軍は倒されてしまう。機動丸がジライアに活性弾を放ち、覚醒したジライアがハーデスと互角の戦いを繰り広げるも、最後は生命が高山ウコンに切られ倒れてしまうの。